小笠原三十九郎四月五日から九百六十七年十二月十三日は、昭和期の日本の男性政治家、実業家、商工大臣、農林大臣、通商産業大臣、大蔵大臣、西尾市名誉市民。経済人としては、河南銀行専務、日本貿易振興会、財団法人東京連合防火協会、南方農林協会各会長、極洋保衛社長、 取締役、相談役、監査役、太平洋海運社長、会長、相談役などを務めた。愛知県発軍出場村に、父、小笠原長在門と母性の間に誕生。三尾造女の合志であった。出場尋常小学校、西尾高等小学校に入学。1899年に西尾高等小学校を卒業すると、 酒醸造を営む西倉合志会社に入社。西倉実業補修学校において、学校長の引田桂太郎より醸造を学んだ。引田に、東京高等工業学校への進学を強く、勧められた小笠原は、1901年3月に西倉合志会社を退職して上京、築地公主学校に入学した。しかし、東京帝国大学を見て同校への進学を、決心し、 4月には、築地公主学校を退学。12月に、私立体制中学校の第3学年に編入したが、学力不足を痛感し、翌年退学した。生息英語学校、順天休号社で、英語、数学を学んだ後、1903年私立、育文館中学の第5学年に編入、翌年卒業。第3高等学校大学予科を経て、 念願の東京帝国大学法科、大学法律学科に入学した。1911年東京帝大を卒業すると、岡野慶二郎教授の推薦で台湾銀行に入校。東京支店支配人が入り、関東支店長、日志合弁の金銀行専務などを歴任した。1921年台湾銀行に大倉省検査が入り、 台湾銀行不良債権のカナン銀行肩代わりが明らかになったことにより、小笠原を含むカナン銀行常任役員5名がカナン銀行を退職した。しかし、台湾銀行の人材不足や問題の債権処理に小笠原は何らかかっていなかったことから台湾銀行に復帰し、審査第一部長として台湾銀行不良債権処理と鈴木商店の破綻処理にあたる。 1926年大銀を退職後、南洋倉庫監査役、大和ゴム栽培取締役、スマトラゴム拓殖監査役、台湾土地開拓社長等を歴任し、1932年、第18回衆議院議員総選挙に、立憲声優会公認で、旧愛知4区から立候補し初当選する。以後当選6回。声優会分裂後は中島派に所属。 大日本政治会政務調査副会長、大倉政務次官等を歴任する。戦後はしで原内閣に、商工大臣として初入閣。元三井総元がた理事長の向井忠春、元運輸大臣の商品山直人という大物を、招聘してそれぞれ貿易庁長,長官、石炭庁長,長官に据え、また大幅な人事移動を断行して、戦後の経済再建に当たった。 日本新保党の結成に参加したが、1942年の翼山選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受けて、当選していたため1946年に公職追放された。1951年追放を解除され、翌年の総選挙で自由党から復活当選を果たす。同年10月第4次、吉田内閣で農林大臣として入閣し、 同年12月、通商産業大臣兼経済審議議長長官に、転ずる。1953年5月第5次、吉田内閣で、大倉大臣に就任し、当時大幅な赤字となっていた、国際収支を改善すべく、国内経済縮小によって、物価の引き下げて、国際競争力の向上を図るため、財政金融一体の引き締め政策を推進した。百五十四年、 吉田内閣が総辞職すると自由党顧問に就任。翌年発足した自由民主党でも顧問を務めた。1958年5月の総選挙では日本社会党の新人候補である大田和夫と伊藤義子が共に当選。その煽りを受けて時点で落選。政界を引退し、経済人としての活動に専念する。 1964年訓一等随法省受賞。1967年12月13日、82歳で死去。1921年、台湾銀行に大倉省岡田新特別銀行課長を責任者とする検査が入った。これより先に台湾銀行の貸し出し中不良と見られるものの、相当額が金銀行貸し出しに肩代わりが行われていた。 岡田課長の追及は、かな銀行に及び、かな銀行の現廃、整理にまで話が及ぶこととなり、対抗のため役員全員の総辞職を申し入れたが、岡田の考えに全く影響を及ぼすことなく、結果的に、かな銀行上記に役員5名が全員辞職することとなった。かな銀行整理案に関して、小笠原と岡田との間で激論が交わされたが、 結果的に二人の間に個人としての信用が芽生え、カナン銀行退職後は、小笠原を台湾銀行で徴用すべきとの口添えが、岡田より台湾銀行中川討取りに対し行われた。小笠原が東京に定住することとなると、岡田と小笠原は共にダンスレッスンを習ったり、主席を共にして、抱負を語り合ったりした。一時期暮らした池袋の家も、 岡田の自宅の近くということで買い求めたものであり、また岡田が市川に転居した後は、家族でイチゴ狩りに、岡田宅に邪魔するなど家族ぐるみで付き合った。岡田は、大倉省を退任した後内務省官僚の南、広市に引っ張られ東洋宅職理事や台湾、総督府財務局長、北海道宅職銀行頭取になったが、ある晩岡田が自宅に来て、 満州公儀総裁にならないかという話あるが、どう思うかとの相談を受けた。小笠原は、率直に言うと、今は、満州時代で国内の経済すら満州に引き回される状況にある。僕なら受ける。満州から帰ってきたら、大倉畑の指導者になれば良いと回答した。岡田は、君も進めるなら行って人働きしてくるかと語った。こうして、岡田は、 満州公儀総裁となったが、その評判は、すこぶる高かった。しかし、日本が敗戦すると、岡田は、中国人によって殺害されてしまった。その死を聞いた際、小笠原は、豪直、天炭、親切で、人情に厚く進んで他人の難を救う人であったため、満州で敵の弾丸に倒れることとなったのではないか、岡田の死が痛まれてたまらない。 岡田へのアドバイスが今までの人生の中で最も公開すべき事柄だと語った。台湾銀行審査第一部長として鈴木商店の破産処理に当たった際、自分には尻死欲は一切ないと主張する支配人金子直吉に向かってあなたは所有欲はないかもしれないが使用欲については天下無類である。今後死欲がないなどとは絶対に言わせませんよと。 担当直入に言い放ち、金子を沈黙させたことがある。1925年は秋、小笠原は台湾銀行頭取を退任間もない中川小十郎から連絡を受け訪問した。中川は代任を退職したとは家貴族院議員で立命館大学総長を務めており、政界に対して印然たる力を持っていた。 そのような中川から、君のような看板は浸透取りには無理かもしれないし、君も今の代議員で働くのは面白くなかろう。僕は君をよく知っているつもりだが、君の素質なら政治家となるのが一番大きく伸びる、見込みがあると思う。もし君がその気なら、資金の方は、僕ができるだけ心配するから、君は選挙区を選びたまえ。距離の三河が適当と思うならば、早速、 郷里の県会議員だとか、町村長だとか、地方有力者その他の人々と接触することの務めて、その準備に取り掛からなければならない。それらの人々で、僕に合わせた方が良いという人がいたら、いつでも会ってあげるから、紹介ないし引っ張ってくれば、君のためになるようにお取り計らいするから、と、中川自身がすでに、小笠原の正解進出を決めたような話を出された。実際小笠原も、 大銀については身を引くべき時期との考えを持っていたため、中川の話は小笠原にとってはたりに船の話であった。その後、中川は小笠原に会うたびに政界進出を進め、小笠原もようやく意を決し1926年4月の選挙の立候補すべく大銀を退職した。ありがとうございます。